王子魯山人象に季節にちなんでお雑煮の話をしたいと思う。一体お雑煮は子どもの時分から食べ慣れたふるさとの地方食あるやり方が一番趣味的で意義がある。主婦の心がけ次第で第一日は地方食豊かなお国風雑煮、二日目からは東京風の贅沢なにぎわいのある楽しいものというようにすれば家族に喜ばれることを受け合いだ。かといって強いてそうせねばならぬという理由はないのだから、各自の好みに任せてよいとまずご承知おき願いたい。私の経験から言うと、雑煮の中をにぎにぎしくするためには人参とか大根、芋などを入れる方が良いだろう。芋なども原型のままの方が野趣があって面白い。何か変わった趣を添えたいような場合には芋に角目を立てて削るのも悪くないが、あまり細工をせずに作る方が良いと思う。だしは普通の鰹節だけで取るか、あるいは昆布だしにするのもよろしい。また冬になると焼きハゼなどよく送られる家庭もあろうが、焼きハゼをだしに用いると特殊の風味が出て楽しめる。さて、一番肝要なのは餅の焼き方である。昔からきつね色に焼くのを最上としておったようだが、ところどころ濃く、ところどころきつね色にちょうど別香の麩を思わせるように焼くのが理想的である。そして餅の硬い柔らかいの程度によって火の加減をしないと、中身が硬いのに表面ばかり焦げたり白くしなしなしてしまったりする。雑煮のコツは餅の焼き方にあると言って良いと思う。また不細工に大きな餅の入っているのは面白くない。ことに朝から塗装期限でいるところへ大きいのを出すのは気が利かない。料理屋で出す小型マッチ箱ぐらいの大きさが見た目の感じが良い。でも客次第で餅の大きさも加減したら良い。若い者たちには多少体裁が不格好でも大きいのを入れた方が歓迎されよう。出す相手と場合に応じてそれ相応のもてなしをすることは、単に雑煮だけに限らず何事においても必須条件である。白味噌の雑煮なども変わっていてうまいものである。それから海苔は良質のもの、焼き海苔でもよい、細かく揉んでかける、四角に切ったのを一枚乗せたりするのは感心しない。しかし海苔というものはなかなか難しく、焼き方にコツがある。現に鶏飯などでは生で使っている。それは別として、うまく焼けたものは大変うまいものである。京阪のような大都会でさえ海苔の焼き方を知らないのであるから、言わんや地方では言うを待たない。東京といっても地方の人が大部分で、存分な海苔の焼き方のできる人は稀なことであろう。100円の海苔を50円ぐらいに下落させて食べているのが大部分である。要するに
象にはあり合わせで見繕って出せばよいのだ、ということを会得していただければ結構なのである。